出来はまあまあだわ。リズムに乗って気分よく歩くのがとっても。みんなが私を見てるわ。どうなんのことよ。パリのオートクチュールで華やかにデビューしたフランソワジャパンのファッションよ。選ばれた人しか着れない本物のファッション。そして最高のモデル。私の番号して歩いてるみたいだけど、たまにならないわね。子供は早くお家にお帰りなさい。早く帰って宿題やって、ほら、あら、うん、帰って歯磨きもするなよ。いい？分かった？じゃあまたね。庶民的といえば聞こえはいいけれど、あなたたちって最初からバーゲンように作られてるのよね。雑なのいいかな。まあ下手な階段、今シーズン終わったらゴミになるだけよ。かわいそうにね。さようなら。悔しい、ゴミになっちゃったので強すぎますわ。私みたいな人気ブランドから売らせた人もいるでしょうね。でも大した問題でございません。お主にこれ見てちょうだい。